さて、続きですよ。また襲われる系かな。そうだね。何？どこどこ？なんかデカブツの声がする。ここは開かない。見えないけど、どこにいる？あ、上におるわ。ここで戦うしかないか。待って、これ倒すしかない。いやー、えぐいな。どうする？マグナム使うか。マジかい、あいつ。上がってったよ。わあ、いっぱい湧いた。どう来る？あー、待って、防がれた。いいてい。お、待って、湧いてる。お、あ、オッケー。いやー、しんど。いやー、つらいな、ここらへんも。まさかの逃げ場なしだもんな。雑魚が湧くのうっとうしいな。あれ、高難易度は一番死ぬんじゃないか。で、ここはなんか、あ、なんか拾った。あ、今あるね。あっちにもあるな。他は？あっちか。こんなもんかな。
よいしょ。へえ。ショットガンの弾が拾えたから助かったものだ。こっから先はどうなるかな。ありがたい。なんかあるけど。胴体じゃないか。なんだ。なかなかやってくれるじゃねえか。見応えあるぜ。いつまで隠れてる。お前たちを引きずり出しちゃう。そうがっつくなって。あともう少しで全て片がつく。手を貸してやるよ。だがその代わり。なんだ言えよ。まず俺のところに来い。瓶は祭壇に収めろよ。そうすれば場所はすぐにわかる。じゃあな、いいさ。クソ野郎。祭壇にフラスターを収める。いよいよ終盤戦って感じかね。ボートが。ああ、しんどいぞ、今回のバイオは。敵が素早いから、ヘッドショットするのが本当嫌だ。素早いっていうか、グワングワン動いてんだよな、頭が。あれ？何この分かれ道は。とりあえずこっち行ってみるか。なんだここ。幻の魚。幻の魚も手に入れてるからいいんだよね。今作ナイフクリアできんのっていうか。ガードをうまく使うってこと？それにしてもあの巨人とかはしんどくねえか。意外と回り回ってたら苦労しないのか。角の一縮実験。カード成長せず、知能低下、雷管症例、放牧地へ、死亡。適合率高し、知能低下見られず、任意で大組織変異を制御可能。へぇ。オルチーナ D。怖えなぁ。獣、完全に獣見たくなってんのは、そういうことか。あ、どうも。ここで得られるのはこんなもん。連射力の方がよく。お、ここは ここか。教会のあれですね。こんなとこに繋がってたんだ。とりあえずセーブするか。
なんか声してなかった？まあいいや。これで四貴族は、というよりは、必要なパーツは揃えたってところか。結局教会がまだなんか未取得アイテムがあるっぽいけど、ん？あ、これじゃないよね。びっくりした。結局どこにあるんだろう。あと1個か分からんけど、特に見当たらないもんね。探し方が雑なだけかもしれんけど。4つ収めますか。収める前にあれか、商人にいろいろやらなきゃな。生きて再会できるとはこの上なき光栄です。ああ、いい腹立つな。料理は歩行時の速度上げるが、いけないか。これはいけそうだね。ああ、どう、すべての食材が揃いましたな。では早速。召し上がれ。さあ、ご一緒に。これを取ってたらもっと楽だったかな。もう一度味わいたいものですな。魚が足りないでいいんだよね。うん。新しい品を仕入れましたよ、ウィンターズ様。そう言われても特典のやつだからあんま取りたくねえんだけど今、どうしようかな。ショットガンの弾だけちょっと仕入れとくか。面白い選択です。あと回復薬か。これでよし。こう見えても手先は器用な方でしてね。ひとまずこんなもんか。すべては投資の一環です。素敵な旅になりますよ。全部は今はいいか。じゃあ最後のパーツを入れましょうと。聖杯。なんだ。この先か。この先って以前通ったことあるやつだよね。敵枠？大丈夫そうだね。そうでもないね。どうなってるんだ。下にいたもんね。なんか儀式は終わりかけてんのか。今から始まってそれがまずいことなのか。多分ここに置けってことっすよね。聖杯。いきなり襲われたりするかな。どっから来るか分かんねえってのが一番嫌なんだよな。
なかなかつかない。アンブレラ社の何かあるってことでいいのかな。このガキなら心配すんな、イーサー。それでいいんだ。いいから橋を渡ってとっとと来い。うわー、なんか嫌な予感しかしない。橋を渡ってとっとと来いってことは、渡ってる間に何か来るってことはないのかな。って言ってもな。イーサン・ウィンターズ、ようこそ。まさかドナとモローまで殺すとはな。だがアメリカじゃもっとひどい目にあったんだろう。お前が気に入ったローズとミランダのことについて話がしたい。中に入ってこい。心配するな、罠なんかじゃねえ。信用できねえんだよな。すげえ広いけど、何これ、あからさまになんか来るあれじゃないの。戦車かこれ。うん、まあいいや、なんかあるかな。何の工場なんだよここ。おっと、びっくりした。何か飛び込んでくるかと思ってたけど、それもなしか。あ、スクラップだ。スクラップだって、目の前にスクラップいっぱいあるんだけどさ。まあいいや、入るか。うん、スナイパーライフル微妙かな。屋内、まあ、連射速度上げたから最悪なんとかなるか。なんか普通に入れるけど、ここは鍵が閉まってる。な雰囲気だね、ほんと。薬液。なんだこの部屋。他にアイテムはなさそうか。なんだこれは。え？いや。辛いよな。当ててやろう。他の奴らと同じように俺を倒せばローズを救えると思ってるんだろう。最後のチャンスだ。このまま地獄を見たくないだろう。やってみろよ。ご愁傷様。ああ、おっと、マジか。マジかい、マジかい。行き止まり、行き止まり。こっちだ、こっち。いやー、いや、あいつ追っかけてくるでしょう。なんなんだあいつら。
目が落ちてるのか。いやもうえぐいっすよ、えぐいっすよ。最初のトラップよりはまあまだ道が分かりやすかったからいいけど。あ？なんか音しない？大丈夫？なんかおるやん。獣じゃない？オッケー。構えて撃たないとなんかブレ幅がでかかったね今。無駄玉やりすぎたか。いやまあこんなもんか。ひとまずここに行けばいいのか。何これ、戻らないと。いや広い、想定よりだいぶ広い。ああ商人じゃないか。どうぞいらっしゃい。ちょっと新しい発見がありますぞ。こちらで適当に見繕いますから。あんたどこにでも出てくんな本当。とりあえずはアンティークコイン、そういえば調べてなかったな。こんなもんか。手放すのですか。いえいえ、もちろんありがたいことですが。アタッシュケース。お、なんだこれ、ショットガン、オートマチックのショットガン。どうしよう、買おうかな。SYG12 と V61 カスタムってなんだ。ああ、売ってるのか。フルオート高速連射可能なマシンピストル。改造パーツ装着で最高性能発揮。ああ。でも威力高いな。買っちゃう？待って、めちゃくちゃ高くない？消し飛ぶんやが。でもな、そろそろしんどいからな、ハンドガンも。いいや、買おう。これで少しはマシになるといいんだけど、改造費が高えな。でも威力はだいぶ上がるから楽になるはず。銃のカスタムも承りますよ。もちろん両親今後もごひいきに。今持ってるやつの打ち切ったら交換する感じでいくか。よし、じゃあセーブと。あ、ついにもうスロット20まで埋め込んじゃった。上から潰していくか、また。さて、お、地図じゃん、これ。あ、そうでもない。B4。地下4階か、今じゃあ。なんかいる？
扉開けた先にいそうだな。てか開くのこれ。あ、壊す。なんか変わった装備してなかった今。よく見えなかったけど。2発撃ったらハンドガンを切り替える。おー、なんだろう。素直にここでいいのか。電力が足りない。なるほど。ピストルだから弾の消費は激しそうだけど、なんかやっぱ頭につけてるね。あ、ちょ、おお、待てブロックが連打しちゃったか。ショットガンでやれそうな、それでやってショットガンとか温存した方がいいかな。また嫌な感じの部屋だね。向こう側から施錠ですか。で、これは何かな。金属のあれか。何これ、何これなんか、え、何これ金属片埋め込まれてるってこと。なんて書いてる。首の方と頭の方にいろいろ仕込まれてるってことか。なんか明らかに。この先に。このなんかあのレントゲンがいるのかな。それともこいつらがすでにそういうことか。多分そうだよね。この頭のを外せば少しマシになるってこと？来てる？あれ来てない。単純な鍵。待て。キープいくか。アタッシュケースの挙動が。何がある？クォーツだね。ちょっとナイフを今置いといて、キープいく。左上に置いとくか。っていうか、
これオートでなんか調整したりはしてくれないのね。とりあえず適当でいいや。電力が足りない。何かおるんですけど。何あれ。なんかすっげええぐいの装備してんだけど。動き出すのかなこいつら。これもあいつが雷管を武装化してる的な感じなのかな。雷管というか適合者か。まだ動いたおお、待て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 意外と動きが俊敏だね。まあハンドガンじゃしんどいわな。あいつはショットガンで頑張ろう。なんか落としなかった？大丈夫か。便利なもんだ。便利なもんだね。でこれをはめると、あ、声がするけど奥の方でいいんだよね。いるー。鍵がかかってるか。おっと、マグナムだ。いやー怖えなこの工場。そのまま降りていいんか。なんか声しない。見えないけど多分いるよね。いや降りるか。うわマジか。こういうの嫌いなんだよな。もしかして壊せたりする？あれ敵じゃね？ひとまず、あ、やべ。
とまずこんなもんかな。えぐいね。炸裂弾か、ありがたい。これもしかしてあれ撃ったら止まるとかってやつかな。止まりそうにないな。いや止まるな。無理に止める必要もないか。なんか速くなってない？何回かな。降りたり登ったりでもよくわかんねえな。ん？大丈夫か。スクラップは落ちてるから弾薬は作れそうだけど、何待ち受けてるかわかんねえからギリギリまでちょっと粘ろう。明らかに崩せそうな壁があるけど、爆薬じゃないとダメだっけ。で何が置いてますか。弾薬、機械部品、機械部品か。ここに使うでいいのか。電力供給装置、歯車が抜かれている。もしかしてシリンダーってトレジャーか。ああトレジャーか。組み合わせ可能か。そうっすか。地雷か。地雷が必要になるってこと？まあいいや。ああこれか。下にもあるし。機械化死体兵ゾルダート、心臓切除、可動移植、電気刺激で起動に成功、脳死状態なので高度な思考は不能、頭部に制御ヘッドギア。工業用ドリル、あいつか。じゃああの真ん中がぶっ壊せば勝てるってことか。狙いは合ってたってことだな。いやしかししんどい。今度は歯車作ってこいと。あれここどこじゃ。ん？待って。
いっぱいおるやん。危ねえ。あ、まだ行く？こいつ、いやらしいな動き。弱点しっかり理解してやがる。みんな動き出したりしないよね。これ今のうち取り外して食うとか。今動いたんじゃない？大丈夫か？結構頑丈だね、あいつは。あれ？どこここ？道合ってるっていうか、発電機。なんかもう同じような風景で分かんなくなってきてる。通った覚えはあるな、ここ。で、いろいろ通った場所でしょ、ここ。あれ？待て待て、ぐるぐるしてるよ。ぐるぐるしてるよね。してない？あ、でも合ってんのか。いや、ぐるぐるしてんじゃねえか、やっぱ。あ、待て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 。よーくマップ見よう。これでしょ？あ、ここか。目が悪いだけだったな。敵は来ない？大丈夫そうだね。じゃあ歯車を今度はどこで使うんだっけ。こっから行った方が早かったっけ。そうでもねえか。あのトラップ嫌だからな。ここか。うわ、嫌な感じ。大丈夫？ああ、いいさ。お前には失望したぞ。お前となら一緒にミランダを倒せると思ったが。閉じ込められた。おお。やだな、もう。あの女は俺たちを自分の子供に村に閉じ込めやがった。何十年歯向かうこともできなかった。お前に分かるか。俺の味わったこの屈辱が。ただ自由になりたかったんだ。あの女が力が必要だった。あいつを殺せるだけの圧倒的な力が。そ
そんなこと言われましても。そいつは俺の力の化身だ。力ある者が勝つ。それが宇宙の真理だろう。そうっすね。俺の誘いを受けるべきだったな。そうとも限らんよ。いかれやろめ。ドリルさんまたあっちにいたね。あれ取れない。結構やらしいんだよな動きが。普通に心臓を打ち抜けて倒したいとこだけど。どこ行ったあいつ。なんかやだやだ音がやだ。一回引こう。見当たらんね。お気づいたかな。あれ あれどこ行った。右かな。ぐるぐる回ってるのか。マップ的には引っかかることだけど、ちょっと抵抗がある。行くしかないか。あ、いたいたいた気づいてないね。こっちから来たってことは、あー、やっぱり一応走り回れる作りにはなってるはず。通路から来るか、階段見たらどこから来るか。 OK。 頭吹っ飛ばすと暴走するのか。頭打って心臓を打ち抜くが正解か。なるほど。しんどいね。じゃあクソエムにはちょっと辛いですよこれは。これあトラップか。バカなことしたな。早めに気づけば。来てる？これでよし。頭のあれ硬いんだね。あれ使えそうだよね。おわっと近い。あーしんどい。思ったより近くにいるから怖いの。なんのまあ戦術は分かったか。落ち着いてエイムしないとやられちゃうわな。何拾った今なんかいっぱいあるな
逃げようとしたらこれに足止めされるってことか。なんか落としてない？またいるなこれ多分。いっぱいおる。地雷をちょっと仕掛けましょうか。切れたね。どうしようかな。ちょっと探索して弾薬があるかもしれないし。地雷があっちこっちにある。ああ、あったね。カツカツだな。なんか落としてない？いるのかな。ドリルさんいるんですか？これは何？誰かおるけど、ドリルさんか。多分動くんだろうな。アイテムがあるからいずれ入れるようにはなるのか。いや階段登るか。追いかけてないよね。おっちょー、マジですかい。そんなことある。地雷仕掛けとこ。マジかよあいつ。これで頭とか吹っ飛ばせればいいんだけど、そうでもないっすね。どうっすか、まだ来ますか。壊す？あー壊せるんだ。よかった。ダブルドリルアームもいるんですよね。やだね、硬そうだったし、なんか頭がよく見えなかったな。改良型ってことかな。ショットガンの弾があるから少しはマシになるかな。キーアイテム持ってる？特にないよね。電源回復したぐらいだもんな。ああここに行くか。ガンパウダーは順調に拾えてるから
ありがたいことではある。なになに、ダブルアームくんじゃないですか。待て待て待て、やばいやばい。あ、後ろにある、こいつ後ろにあったんだ。やべやべやべ、耐久力はそこまでってことでいいのかな。あーやだね、また来るかな。まだかよ。くそ。あ、ダメそう？あ、いけそう。大丈夫だ。ふざけやがって。危なかった。なんかしつこそうだからなあいつは。B43 エレベーターかな。あ、そういう。ご協力に感謝しまして、新しいサービスをご用意しましたよ。本当に？もちろんです。ないじゃないか。新商品が入りました。ああ、マグナムパーツか。すげえ高えな。とりあえずいいか。カスタムでこのハンドガンの威力を上げよう。喜んで。あと装填速度で相談数でちょっとマシになるかな。またお会いしましょう。よし。